自転車トラックレースの複合競技であり、1日間に4つの種目を行い、その成績をポイントに置き換えて順位を決定する。2016年秋のルール改正以前は2日間に6種目が行われた。ラテン語で全部を意味するオムニウムが由来で、現代の英語読みではオムニアム、MNM と発音される。その他、 比英語圏の各国ではそれぞれ各国語の読み方で呼ばれる。オムニアムは世界選手権自転車競技大会では男子が2007年から女子は2009年から実施されている。当初は5種目で実施されていたが2010年からエリミネーションが加わって6種目となり、またスクラッチ及びポイントレースの距離が延長され、長距離を得意とする選手に有利となった。 オリンピックでは2012年のロンドン大会から採用されたが、変わって個別種目としての個人追い抜け、ポイントレース及びマディソンが廃止された。2014年の改定では競技の実施順が変更され、さらにポイントレースの距離が延長された。2016年の秋に再びルールが改正され、1トルタイムトライアル、フライングラップ、個人追い抜けがなくなり、新たに、 テンポレースが加わり1日間4種目となった。また、スクラッチ及びポイントレースの距離はそれぞれ短縮された。日本人選手では、梶原優美が2017年 UCI トラックワールドカップ第3戦にて、女子オムニアムを全4種目1位の完全優勝を果たし、金メダルを獲得した。この金メダル獲得は、日本女子自転車選手として、オリンピック、世界選手権。 ワールドカップにおけるすべての種目を通じて初の出来事である。さらに、梶原は2020年にはベルリンで開催された世界選手権女子オムニアムで優勝し、日本女子自転車選手としてはすべての種目を通じて初のアルカンシエル獲得者となった。また2021年開催の2020年、東京オリンピックにおいては銀メダルを獲得した。1日間に 以下の4つの種目を行い、その成績をポイントに置き換えて順位を決定する。第1種目から第3種目までは1位に40ポイント、2位に38ポイント、以下着順によって2ポイントずつ減点され、21位以下には1ポイントが与えられる。最終種目はポイントレースであり、獲得したポイントが加算される。合計ポイントが同じの場合は、 ポイントレースのフィニッシュの着順で総合順位が決まる。参加者全員がコースの上下分かれて10列に整列し、ホイッスルと共にニュートラルラップが開始され、一周回った後に後方が打たれて正式スタートする。男子1 0トル女子7 5トルの距離で着順を競う。周回遅れの選手はトラックの外側に離れないといけない。 スクラッチ単独としては2002年からワールドカップ2003年から世界選手権種目に採用されている。ポイントレースに似ているが男子 10km、女子 7.5km で行われ、毎周回ごとに先頭の選手にのみ1点が与えられる。周回遅れの選手に追いつくと20点が与えられる。スクラッチ同様に一周のニュートラルラップの後、 スターターの合法でスタートする。333.3メートル以下のトラックでは、スタートから2周ごと、それより長いトラックでは、周回ごとに最下位の選手が脱落し、最後に2人になったところで、残り1周のマッチレースで勝敗を決める。1周のニュートラルラップの後スターターが合法を打ち、そこから男子25キロメートル、女子20キロメートルを走破する。 250メートルトラックでは10周ごと、それより長いトラックでは2キロメートルごとにスプリントを行い、ポイントを獲得し、その合計得点を競う。2016年のルール改正以前の2日間で行われた6種目は以下の通り、リオデジャネイロオリンピックまでの旧ルール、男子15キロメートル、女子10キロメートルで行われた。二人の選手がホームストレッチとバックストレッチから、 静止状態から、スターティングブロックを用いてスタートし、男子4トル女子3トルを走破するタイムを競う。単独種目として実施される場合は、名前の通り相手を追い抜いた時点で勝利となるが、オムニアムで実施する場合は、単純にタイム競うことになるので、実質はタイムトライアルである。スターティングブロックを用いて、静止状態からスタートし、男子1トル。 女子500メートルを走破したタイムで着順を決定する。単独種目として実施される場合は、独走が基本であるが、オムニアムの場合は、個人追い抜きと同じ要領で、ホームストレッチとバックストレッチから同時に2名が、スタートする。オムニアム独自の競技である。250メートルトラックではを3周半、333.33 33メートルトラックは2周半。 400メートルトラックでは2周走るが、助走をつけ最後の1周の走破タイムを競う。男子40キロメートル、女子25キロメートルで行われた。ありがとうございます。